か低い低いなんか低いね低いどうかいみんななんか声が忘れてたり鼻声だったりする夜の女の声だよね怪しい笑い方がもうすぐバレンタインだねもういい小学生の学芸会みたいななんかバレンタインのいろいろやってますけど百貨店とかあ百貨店に行く人バレンタイン私行かない行かないよね100円スイーツで気づきましたおー100円行ったらいっぱいなんかチョコ置いてあるよね作るグッズが置いてあるあバレンタインだみたいなあれを見てちょっと焦るよ、ね、作る人今まで作ってました作ってました派作ってました派はい作るお客さん用に作るお客さんに作るライブの特典えすごいライブの特典で作る、ね、作ってるけど毎年なんかそれまではプライベートで作ったことほとんどなかった本当え買う人いつも買わない。まあアグリっていう感じだったじゃん。本当。やりたいの。特にお父さんとか弟とか。弟いない。いないか。うちの母は毎年律儀に弟にチョコレート買ってあげてるよ。男の人はなんか何かもらったとか気にする。ああ。自分にもらったことある。友達と友チョコとかならやる。友チョコっていうの。すごいっすね。あげるからちょうだいみたいな。あー、交換しようよみたいなね毎年やってましたへえ、そうかあれ見てると自分が食べたくなるもんね準備の食べてた食べたくなるというか食べるよ作って絶対余分に作るもんねちょっとこう形わざと崩したりしてあこれこれ失敗だから食べるやつみたいな私お父さんが甘いもの苦手で、うん、お父さんがもらってきたチョコレートを奪い取るあそれいいねえ本気チョコ渡したことある本気チョコ渡せなかったことがある、うん、うわ何その胸キュン何それちょっと話してみなよキュン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 話キュン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 なんか中学生の時に、うん、なんかすごい好きな子がいて、うん、でもなんかちょっと直接渡す勇気はなくて、うん、下駄箱に入れてこっかなって思ってたんですけど、なんかその日に限って、うん、同じ子を好きな女の子が一緒に帰ろうよみたいな感じで、うん、結局入れれず私のお腹の中に収まりましたえ、作ったのそれ作ったようわ切なそうかよりにもよって恋がたきがその子はあげたようです知ってて邪魔したんじゃないのそれでしたねかもしれない切ない切ない私もあげそびれたことはある何でも幼稚園の幼稚園かい幼稚園の時に好きな男の子にあげようと思って持って行ってて結局渡す勇気なくてなんか幼稚園の先生に渡すいかにも先生に持ってきたよみたいな先生からホワイトでお返しもらうそれでラッキーですみんなあるんだねそれなりなんかね本気チョコっていうのは、うん、その告白しよう的なのがそう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 なんかなんかもう付き合ってて渡すとかもなんかいいじゃん当たり前みたいなそっかそっかそのだってバレンタインといえば告白じゃないのなんかあそっかバレンタインはでもやっぱ山口県の中だったらやっぱ山口沙織が一番のイベントごとだから私手作りしだすと
すごい時間がかかるから、うん、大概徹夜ってチョコレート、分かる分かる、うん、朝なるよね、まあ、やってると。でその作ったものが山口県のその日の朝ごはんみたいな、うん、その頃自分はもう甘ったるくてダメだよね。そう、昔付き合ってた彼に、うん、あのシフォン、チョコシフォン、うん、作ったよって出来上がったら、うん、こんな感じにしか膨らまない。シフォンってこうじゃない。シフォンだよ、だってシフォンだ、たまに徹夜してこれだった。すごいね、それね。それで別れたけど。それ原因ですか。膨らまないシフォンで。ありがとう。シフォンだね。声もしぼんだ。しぼんだね、しぼんだよ。好きでしょ、こういう。親父ギャグ好きなんです。あ、じゃあキューちゃんのキュンキュンからも。キュンからキュン。顔で親父ギャグ言うからね。りっちゃんはなんかないの、そういうなんか作った失敗エピソード。でも結構でも分かります、その膨らまないのよくあります。私あのシュークリームを、うん、バレンタインでシュークリームにチョコレートつけたやつを作ろうと思って、うん、ちょっとなんかいいのを作ろうとしすぎてシュークリームが膨らまなくて、うん、普通なんかふわってなってるじゃないですか、うん、パリパリのフランスパンみたいな。フランスパンチョコみたいだった。でもシュークリームって言わずにあげる。こういうお菓子だよみたいな。そっか、表があった。あって渡しちゃったからだ。シフォンケーキって言われた。シフォンケーキって言われた。いいねそれ。でもあれ女子が張り切るほどさ、男子はなんちゃ大事に食べないよね。あー、どうなんだろうね、ああいうのって。なんか意外と ありがとうぐらいの感じじゃない、受け取ると。手作りってどうなんですか、ね、男性にとって。まあ、おむこみたいな感じだ。大概、私も食べてもなんか美味しいとも言わずになんか食べる人多くない。恥ずかしいですよね。そう、美味しいって言ってほしいよね、そりゃあさ、まあ、でも不安の世の男性たちに言っときますね。大げさに喜んで、そうそう、マジでぐらいの作ったのマジこれみたいな。マジ美味しい、世界一美味しい。死んでもいいぐらい。これぐらい。そこまで言われてる。バカにされるんじゃないかと。店出した方がいいよ。物件とか探してね。物件探せ、今からちょっと行くって。物件探しぐらいの感じ。その流れで結婚しようぐらいの感じ。すごい。もう幸せじゃん、そしたら。要はみんな幸せになる。男が褒めれば世の中は平和になるんですよ、きっと。ああ、それはそうだと思う。そうだよね。全てが解決。そうそうそう。そこは褒めないからダメだよ。うん。